マイディアライフはいろんなゲストをスタジオに迎えて渡辺さんとの共演でお送りするわけですが、カシオペアとのセッションは放送してから皆さんからぜひもう一度の声が一番高かったものなんです。じゃあ早速いきましょう。曲はすべてカシオペアのレパートリーです。はじめにスマイルアゲイン、続いてラカイ、そしてスウェアです。ではギターの野呂君の曲です。スマイルアゲイン。
次は Take Me。 この曲だけは渡辺さんが抜けてカシオペアだけの演奏です。続いて Tears of the Star、 そして Time Limit。 では Take Me。Thank you.
今夜は去年放送したカシオペアとのセッションをアンコールでお送りしておりますが、続いてまいりましょう。朝焼けとミッドナイトランデブー、そしてアイズオブマインドです。まず朝焼け。
Thank you.
渡辺貞夫マイディアライフ、いかがでしたか。カシオペアとのセッション、今夜お送りした曲は Smile Again、 ラカイ、 Swear、 Take Me、 Tears of the Star、 Time Limit、 朝焼け、 Midnight Rendezvous、 Eyes of Mind でした。来週のこの時間は去年の12月24日と25日、東京新宿のピットインで行われたセッションの中から時間の都合で放送できなかった曲、未発表の曲を集めてお送りします。どうぞお楽しみに。今夜の演奏を渡辺貞夫に、ゲストカシオペア、野呂一世、向谷実、櫻井哲夫、神保明、構成青木誠、ナレーター小林克也。この番組は東京銀座資生堂の提供でお送りしました。